今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは篠田麻里子消えた真相でございます。篠田麻里子さんといえば元 AKB48 のメンバーで大人気だった人でしょ。 AKB を卒業してからもモデルや女優やタレントとして活躍しながら YouTuber としても活動してるんじゃなかったっけ。実は最近メディアへの露出が減ってまして、芸能界を干されたのではと噂になってるんですよ。え、そうなのか。ただの噂でしょ。それが現在噂ではなく真実だという声が多くなってるんです。まずは経歴から見ていきましょう。それではゆっくりしていってね。篠田麻里子さんは1986年3月11日に福岡県糸島市で生まれました。2005年に AKB48 の第一期オーディションに応募して最終審査まで進みましたが、残念ながら不合格となっています。え、不合格ならもう AKB メンバーへの道は閉ざされたってことでしょ。でも AKB48 メンバーだったのは間違いないんだぜ。一体どういうことなんだ。オーディションは不合格だったのですが、 AKB48 専用劇場の中にある AKB48 のスタッフにならないかと誘われ、カフェっ子として勤めるようになったんです。へえ、オーディションは不合格でもカフェっ子にスカウトされるなんて、きっと何かしら見過ごせない魅力があったんでしょうね。霊夢さんのおっしゃる通り、その翌年1月に行われた AKB48 お気に入り人気投票でメンバーではなくカフェっ子ながら第1位となったんです。それを知った総合プロデューサーの秋元康さんによって正式メンバーに抜擢されたんですよ。そいつはすごいぜ。ただのスタッフの一員でありながらもすごく半端ないオーラを撒き散らしていたんだろうな。本当に異例の抜擢でした。しかしこの時に秋元さんが突きつけた条件はとても厳しいものだったのです。それは次回公演までの4日間で12曲の歌と振り付けを完璧に覚えることでした。4日で？無茶だわ。しかし篠田さんはこれを見事にクリアしたのです。こうして AKB48 の第一期メンバーの仲間入りしたんですが、オーディション合格者よりも仲間入りが1ヶ月半遅かったため5期メンバーとも呼ばれてましたね。うーん、さすがは秋元さん、プロ意識の高さが伺い知れるエピソードだな。たとえ人気投票で奇跡的な1位になってもそんな難しい条件をクリアしないとメンバーになれないなんて、改めて AKB48 を見直しちゃったんだぜ。篠田さんだってやっぱりすごいわよ。だって他のメンバーが1ヶ月半かけて覚えたことをたった4日で身につけちゃったんだもの。カフェの仕事しながらも自分の夢を諦めずに次のオーディションに向けて一人でトレーニングしてたんじゃないか。まあどっちにしてもすごいことだよな。晴れてメンバーになった頃のニックネームはマリリンでしたね。篠田さんは長身でスタイル抜群の美人と言われてたから、マリコって名前にハリウッド永遠の大スターマリリン・モンローを重ねて名付けられたのかな。どっちにしても篠田さんにはぴったりのネーミングだわ。その後2008年7月には AKB48 メンバーの中でも初の単独写真集が発売されましたし、有名な女性ファッション雑誌もあの専属モデルにもなってますね。さらにドラマにラジオに映画にと単独活動の場を広げていきました。すごい大活躍だな。2011年には篠田さんにとってコメディ初挑戦となった映画サラリーマンネオ劇場版が公開され、同時期に発売されたご自身初のファッションブックマリコマガジンは初版12万部超を売り上げてたちまち増刷されています。すごすぎるわ。まさに大ブレイク、飛ぶ鳥落とす勢いってのはこういうことなんだぜ。同年12月にリリースされました AKB48 のシングル、そのタイトルは上からマリコです。曲のタイトルにメンバー名が付けられたのは初めてのことでした。インパクトの大きいタイトルだったからよく覚えてるぞ。翌年にも勢いは増すばかりで、ツタンカーメン天黄金の秘宝と少年王の真実のスペシャルサポーターに就任したり、京都のウェディングドレスメーカークラウディアにてご自身のプロデュースによるウェディングドレスのお披露目と新ブランドラブマリーの立ち上げを発表しましたね。全く止まる気配がないわ。そんな栄光の日々を過ごされながらも AKB48 メンバーの最年長になった頃からはファンの間からもそろそろ AKB も卒業かなという声も聞こえていたのです。その噂に応えて篠田さんが2012年に残したコメントを一つ紹介しましょう。もしかしたらもう後輩に席を譲れという方もいるかもしれません。でも私は席を譲らないと上に立てないようなメンバーは AKB では勝ち残れないと思います。
どうぞ私を潰すつもりで来てください。私は、いつでも待っています。そんな心強い後輩が出てきたならば、いつでも私は笑顔で卒業したいと思っています。すごいわ。かっこよすぎる。深い言葉だぜ。こんなこと言われたら、誰でも惚れ直しちゃうよな。ですが翌年、AKB 運営と篠田さんから、7月の福岡ドーム公演を最後にして、卒業することが表明されました。ということは、篠田さんが納得する後輩が出てきたってことか？そうかもしれませんね。篠田さんが次期キャプテンとして指名したのは、チーム A 横山由依さんでした。ああ、この人知ってるぜ。京都出身だからってことで、ファンからは、由依はんって呼ばれてた女の子よね。横山さんは AKB48 グループの中では、下積み時代が長かったと言ってもいいかもしれません。篠田さんはそんな真面目で前向きな努力家の後輩を見逃すことなく、しっかりと見守っていたのでしょうね。なるほどな。篠田さんも安心して卒業できると判断したんだろう。在籍7年半で NHK 紅白歌合戦出場5回、また日本レコード大賞受賞2回などの実績を残した篠田さんは、卒業後も主に女優としての活動を続け、数々のドラマや映画に出演しながら、モデルの仕事もこなし、写真集も発売していたのですが、問題はここからよね。一体何があったのかしら。卒業してしばらくはメディアでのお仕事も順調だった篠田さんですが、それが少しずつ減り始め、やがては激減とまで言われるようになっていったんです。それにつれて、妙な噂が飛び交うようになります。妙な噂ってなんだ？すごく気になるぜ。ファンの間で、篠田さんは卒業したのではなく、解雇されたのではないかと囁かれ、それが拡散されてしまったのです。卒業じゃなく解雇って、どういうことだ？それが本当なら、卒業してから芸能界での仕事が激減していったってことも、なんだか納得できるような気がしちゃうのは、私だけなのかしら？年相応に年を取った、劣化した等の意見も出ていましたが、そんな理由で解雇されたわけでもありません。最も有力とされているのが、篠田さんのあまりの口の軽さが災いして AKB48 を、解雇されてしまったんじゃないかな、という理由なんだそうです。へえ、口は災いの元ってやつか。一体、どんな失言をしてしまったんだ？メンバーだった頃の篠田さんは、AKB48 の運営サイド、つまり上層部の方たちにも、よく食事に誘われて、ご一緒することがあったそうです。運営サイドからすれば、看板スターを優遇するのは当たり前だろうな。毎回、すっごいご馳走だったんでしょうね。羨ましいわ。そうして自然と親しく打ち解けていくうちに、ふと上層部の方々も気を許したのか、知られたくない情報などを、篠田さんの隣でつい口走ることもあったようなんです。そんなことを耳にした篠田さんは、メンバーに対して得意げにペラペラと喋っていたんだとか。喋っちゃったのね。話したくなる気持ちはわからなくもないけど。ですが運営サイドからすれば許しがたい機密漏洩ということにもなるでしょうから、篠田さんには何度も厳重注意していたそうなんです。そもそも人気アイドルグループでバリバリ活躍してる女の子なら、人一倍おしゃべりなのも当たり前じゃないのか？何度も厳重注意って。そや、漏らされたくないことを何度も口走ってる上層部の偉いさんたちの、方が悪いと私は思うんだが、その通りだわ。篠田さんは注意を受けても反省どころか、気に留める様子もなく喋り続けたそうです。そして結局は事実上の解雇処分となってしまったと。ただし表向きには、あくまで隠瞞な卒業っていうことなんですが。怖いわ。やっぱり芸能界の闇ってことね。でも、芸能界からも干してしまえってんなら、表向きにも解雇って言えばいいだろ？もしも AKB 運営サイドが解雇したのは事実だったとしても、さらに芸能界からも追放するほどの圧力をかけることをするようには思えないんです。そこで、もう少し深く調べてみると、芸能界からも干されてしまった理由としては、篠田さんの性格の悪さが原因だろうという噂が流れていました。確か AKB メンバーからは、お姉さんキャラで親しまれて、信頼されていたんだろ？そんな人が、芸能界から干されてしまうほどに性格が悪い、とは思えないんだぜ。でもさ、誰にでも本音と建前ってものがあるんだし、みんなから、いい人だ、って言われてる人が、実は、ってことも、よくある話でしょ。ご自身がモデルを務めているファッション雑誌も直撃インタビューで、篠田さん自身の性格について語っていらっしゃいます。AKB 時代の篠田さんって、もしかして天狗だったの？そう言われれば、そうでしょうね。だって、やっぱり売れちゃったから。と、明るく笑いながら答えてます。そして、さらには、あの頃の私は、何でも誰でも思い通りに動くと思ってました。
と、きっぱり正直な心境を明かしています。さらに、ご自身で立ち上げたファッションブランドリコリが、わずか1年ほどで、消えてしまったことについては、そもそも勉強不足で、あまりにも無知だったんです。と、これまた素直に反省されてましたね。そこまで素直で正直に反省できるなんて、やっぱりすごい人だと思うんだぜ。そうかしら、私は、なんだか開き直っているようにも思えちゃうんだけど。やはり何につけても賛否両論ですよね。それではネット民の声も、ちょっとだけ紹介しておきましょう。なるほど、また売れちゃったら天狗になるってか、本当に正直なんだね。事業失敗の理由が、勉強不足で無知すぎたって、結局世の中を舐め切ってたってことでしょ。いくら売れっ子になったからとはいえ、それで何でも誰でも思い通りに、動くと思ってた時点で人間失格なんじゃね。なかなか厳しい意見が多いな。言いたいことはわかるが。そんな篠田さんですが、2019年に3歳年下の実業家の方と結婚されました。交際0日で結婚を決めたということで当時話題になりましたね。交際0日ってすごいわね。よっぽど気があったのかしら。きっかけは通っていた整体の先生の紹介だったようです。何でも共通点がたくさんあったんだとか。運命を感じたのかもしれないな。そういうのも大事なことではあると思うが。ですが最近、この二人に不穏な動きがあるんです。2022年8月、二人が別居状態であることが報じられました。その後、二人が離婚調停中であるとも報じられています。一体何があったの？いくつか理由がありますので紹介しますね。まず一つ目は、篠田さんの浮気を疑った夫に不信感を募らせるようになったというものです。浮気を疑われていたのか？確かに事実ではないなら、嫌な気持ちになるのも無理ないぜ。事実ではないようなのですが、別居後すぐ、夜に子供を預けて後輩のイケメン俳優たちと、食事に行っていたことをスクープされたりと、疑われても仕方のないような行動を、取っていたことも引き金になったのではと言われています。それはちょっと怪しく思えちゃうわね。以前からそういうことがあったのかもって思っちゃうわ。次の理由は金銭感覚のズレが原因という噂です。これは交際0日婚の悪い影響かもしれないな。普通は結婚するまでにある程度わかるものだと思うぞ。確かに交際していたらわかっていた問題よね。でも問題に発展するほどの違いだったの？結婚当初から篠田さんは、欲しいものはすぐに買ってしまう浪費家だったそうです。ある番組で篠田さんは欲しいものは自分の金じゃなく、旦那の金で買ってます。と発言していました。いくらお金持ちでもちょっと嫌かも。一番の理由は篠田さんの性格に問題があるのではないかという噂です。さっきも少し話していたな。天狗になってたとか。結婚してからもその性格は変わっていなかったようで、同じ AKB で活躍した。小島春奈さんにいつ結婚するの？とデリカシーのない発言をしたり、失散したことによりマウントを取っていると思われるような発言をしていました。それはデリカシーがないと言われても仕方ない発言ね。家でも旦那さんに対してそんな発言をしているんじゃないかと思われても仕方ないわ。今後は長女の親権について協議されると思われます。現在は夫のところにいるようですね。親の離婚はお子さんにはストレスだろうからな。お子さんの幸せを一番に考えてほしいぜ。二人が少しの期間でも交際をしてから結婚していれば、少しは違ったかもしれないと思うとやりきれないわ。芸能界でまたたくまに頂点を極めてしまったがゆえに、天狗になってしまったという篠田さんでした。交際0日婚と話題になりましたが、結果は残念なものになってしまいそうですね。お子さんもまだ小さいですし、お子さんの幸せを第一に考えてほしいと思います。それでは今日も閉店させていただきます。ミルでした。